BTU アニメラボー、よいしょー。はい、バッタモン会です。小林ひろきです。デブライ松井です。お願いします。お願いします。パンパンマンの感想を話していきたいと思います。イエイ、はい、イエイ。ただし今回はあのネタバレボーイヤマピーがいないわけです。そうなんだよ。ネタバレボーイこと資料集ことヤマピーががいないから楽しい。楽しいわね。お菓子食べちゃうぞ、ヤマピーいないから。じゃなくて、その知ってるね、知識を知ってる人がいないから、あれって何なのみたいな質問ができないねっていうことを言いたかったんですよ。ああ、でもネタバレするからな、ネタバレするからね。まあ、今回の話は一応ね、うん、今回はそう、なんかやばい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 が来るから、どうしたって言ってたら S 級が集まってって言って集められて、うん、たまたまいた埼玉先生も連れて行かれて、うん、でみんなで会議をしてる時にやばいのが来ちゃって、うん、やべえなって感じで終わったね。終わった、うん、そう、何も来てないっちゃうけどね、まだ、うんうん、だって誰が結局一番の敵だったのかも分かんない。あれが本当にやばいね。あの飛行船のね、でっかいのもね、大天狗様が空飛んでる。そう3人ぐらい来たじゃん。そう、あれスパーンってやられた。いろんな天狗、鷹天狗、カラス天狗、なんかいろんな天狗いたよ。星天狗もいたし。ダメだったあれ、ね、最初あの子もなんかアイスパーの子もなんか倒してたし、うん、ね、あれも早かったですね、恐竜王みたいな。そう隕石落としたやつ。とりあえずあの飛空船のでっかい飛空船の中にいる敵は先生があらかた、うん、早かったですね、さすが。謎の酸を吐く化け物もいましたけど、次回予告してたね。お前なんだって。だって俺死んじゃったからなって。大体死んだやつがやってる、うん、やってる。あれはやっぱね、苦戦するんですかね、最後一応なんか核の前にいるこんなやつ。そうそう、なんかこういうやつ、そうね、ザ・ボス感、ザ・ボス感だけど、でもどうなんだろうね。出た、コナン君もいたしね。あれは声を高山みなみにしたらもう全部コナン君にしかないよ。ましてや少年のキャラだったら。ジュカルも。ジュカルさんも。ね、ジュカルくんか。あ、トイレ行きたくなっちゃった。つって部屋さん戻るやつ。事件現場戻るやつでしょ。刑事さん。そんなキャラで天才少年になってたけど。わーってなん、それなんだよ。これなんだよ。番犬もいたし。番犬みたい。番犬いたね。番犬そのものがいたね。いた。あの人ふざけてるけど何なんだろう。なんかあの番犬の人さ、よくさあの作者をさ、こう、あ作者の自画像、そうあれみたいじゃん。あれで出てきそう、はいはい、ギターの人が自分のことゴリラにするようになってるから自分のことは犬の被り物にする。そうで、ジャンプコミックスの一番、うん、開いたとこにあるやつみたいな、著者禁煙の隣にいる。そう確かにたまに犬の人いるもんな、牛の人とかもな。犬の人かウサギと結婚して、あー、いたわ、犬いたわ。ほら救済しがち、こら忙しいわ、忙しいっつってパワープロしてる、こらドラクエだわ、ドラクエ楽しいわ、新作です。そんな話じゃないですよ。そんな話じゃなくて、ワンパンマンがどうなるんですかね。ネテロ会長もいたしね。いたー、そう、ネテロ会長好きだわ。ネテロ会長じゃないあ、ゼノじいちゃんね。ゼノじいちゃん、ゼノじいちゃんに似てはいるんだけどね、うん、あなたどんだけハンターハンター好きなの。大好きだよ、ね、もうそれしか見えてないからさ。シューマーファングさん、もうちょっとみんなに説明してあげてもいいのにな、ね、埼玉のこと。うん、ね、弟子には言うの。あと信長もいたでしょ。信長いた、信長がいたから、あーってねえ、芸能人乗ったよね。37歳ダメだ、なんとか侍みたいな人さ、弟子が頑張ってたよね。うん、いっぱいいた、弟子腕吹っ飛んでたけど、ね、うん、吹っ飛んでた。こういうのも探せばいるだろうな、ガタイのいっぱいいたからな。だな、ねえ、でミルキもいたでしょ。あ、ミルキいた、ミルキいた、ミルキずっといつまで食ってんだよ。ああ、豚の神みたいなやつが、うん、そう、で、トガシいたでしょ。トガシ本人いた、本人いて、なんなのあれ、ハンターだ。十二神、あ、十二神が集まって、違う、十二神だとしたら欠席者多いし、あ、でも十二神も欠席者いたから、うん、いた。違う、そうなってくるとどんどんそうなっちゃうから。あ、違うんですよ。まだね、活躍してない S 級もいるんでね、それがどうなのかとか、そういう話ですよ。そうか、その人こそ番犬もまだ戦ってるとこ出てないじゃないですか。戦ってない。そうそう、ミルキは多分お金でどうにかすると思うよ、うん、開発したものだよね、うん、発明したものだよ、うん、そうどんどんハンターハンターになって違うんですよ。そうですか。信長は円使うし、ちょっとなんか見た目にこんな感じになってると一人なんかバット持ってるやつもいたしね。あ、いたー、ユウスケ。ユウスケか、ユウスケじゃない、あの桑原、そう、桑原の桑原いた。お前どんだけ桑原好きなんだよ。トガシ大好き。
気温とかしっかりできてるから。そう、できてるから。まあまあまあ、影響は多々あるでしょうけどね、みんなね、どんな漫画にもね。面白かった、面白かった。ちょっとね、どんな戦い方するのか楽しみな人もいっぱいいますからね。うん。あと地球の危機がさらに来るわけですよ。うん。まあ、多分、大体、最後、埼玉先生が、ね、どれだけの SQ の人に気づいてもらえるかっていうところかな、注目するとそうだね。これで最終回までなんか引っ張るとか言ってたじゃん、あの嘘つきピーが。あー、嘘ピーね。そう、僕らの資料集みたいな状態になってましたもんね。そうそうそう、足元に埋まってる人ね。今埋まってるんですね。そうそうそう。がさ、はい、でもこれ最後まで引っ張れるのかなって思うんだけど。あ、引っ張ろうと思ったら引っ張るんでしょうけど、なんかバンパンで行くのも醍醐味。うん、なんかでもそしたら1話分くらい余りそうじゃない、うん、余りが。どうすんだろうね。なんかだってギャグで締めるんですか。ギャグで締める。日常に戻って日常会やって終わるっていうパターンも。あ、かわいい、それは。あるある。そう、その後が気になったからよかったっていうパターンのやつありましたね。気づかず強いやつ倒す日常。そうそう、戻るっていう。みたいなのもいいなって。どうなの、ヤマピーだな。ヤマピーか。ヤマピー。壁に向かってヤマピーっていうのやめません、怖いね。ヤマネーはね、そう、もういない、もういない。この後来るね、ちょっと遅れて来る、ね、以上ですね。やめました。そうだね、これからは楽しみですね、ということで。カメラを置いてやめました。なんで湿っぽくしようとしてるの。違うんですよ、明るく楽しく東北に帰った。なんで東北じゃねえだろ、地元あいつ。それ透明人間だろ。言わせんじゃねえ。そっか、知らない人もいっぱいいるから。悲しくねえだろ。やめてくね。いや、どんどん懐けて泣いてる理由は、あれ悲しいからじゃなくて、なんか LINE のグループから抜けたからだろ。やめますとか言わない。笑とるから。思い出して笑とるから。あの、見てるかな。はーい、はい、見てる。大橋くん、大橋緊張するなよ。コメントください、大橋くん。はい、はい、そんな感じでワンパンマンの感想でした。ワンパンマンの感想かな。ワンパンマン、透明人間の愚痴じゃないです。ハンターハンターの、ハンターハンターの感想とワンパンマンの感想。あ、というわけで、はい、チャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。